ニュースポストセブンです。理想の夫婦です。年内で芸能活動を終了する吉田拓郎さん、10月14日放送された吉田拓郎のオールナイトニッポンゴールドにゲスト出演した篠原ともえさんが、妻森下愛子さんとの仲良しエピソードを明かしました。篠原さんは、実は佳代さんが拓郎さんに送るメールを間違えて私に送っちゃったんです。ねえタッチ、何してる、今日も愛してるって書いてあったんですよ、とラブラブすぎるメール内容暴露。吉田さんはカットカットカットと照れ笑いしたそうです。ニュースポストセブン。